毎年お盆の8月14日と15日、橿原市の東坊城町では砲乱や火祭りが行われます。村人が作った大小合わせて17個の松明が春日神社と八幡神社に奉納されます。一番大きな松明は直径およそ2メートル、重さが500キロ以上もあり、無病息災や五穀豊穣を祈りながら神社の境内を練り歩きます。言われはよく分かっていませんが、日照りがひどかった1年だけを除き、毎年400年以上も続いている行事で、伝染病封じ、お盆の送り火の一つ、雨乞いなどという説もあります。